こんにちは、ケイドラです。本日はひらめきの劇場夏色の展第5ステージの限定ミッションターンリミット1以上残してクリアせよというものをやっていこうと思います。もちろん自陣無課金ですね。こちらのミッションは8月21日火曜日の朝4時からなんですけども、クリアするとオーブ5個もらえます。過去最難関とも言われたぐらいのやつなんで、まあ、ぜひね、皆さんも立ち回りしっかりして参考にしてみてください。パーティーはワイヤットワープ2体とシャナと前田刑事です。シャナの枠はフカヒレ皇帝でも OK ですね。マジンキラー持ってます。まあ、この辺の説明は前の動画でやっているので割愛させていただきます。まあ、まずハマってハマってですね、順手通りハマってもらって、最後に道化師を倒すんですけども、 3P で 4P の位置をずらします。ちょっとね、上に上げる感じですね。じゃないと次のステージね、左上にはまりにくいので、ワイヤットアップでずらしてあげます。でまず左上はまりに行きますけど、結構ねこれね、はまり方シビアなんですよね。むちゃくちゃ間狭いんで、まあ、ご注意ください。僕もあの動画撮ってる時何回も弾かれました。次はこの辺狙ってあげるとはまれます。で 3P の位置がいい位置にいるので、まあ、あまりずらしたくないんですけども、これね、さっきの横勘した時に 3P の位置が割とねどこ行くかわからないので、まあそこはもうやり直してもらったらと思います。でしっかりね、次上にはまれるような位置に位置取りしてあるので、ここではまりに行きます。でちなみにこれね、前田刑事じゃなくてもゴンの神かとかでもいいんですよ。なぜかというとゴンの神かアジンで、シャナ、ワイヤットアップ、あとフカヒレ皇帝がね全員アジンだったかな。フカヒレ皇帝忘れました、ちょっと間違ったかも。とりあえずね、あのアジンがキラーの、アジンキラーを、アジンキラーじゃない、あの同族で、上げれることができるので、ゴンの神化は結構おすすめです。でカウンターキラーも持ってるんでね、かなり優秀でございます。はい、基本的にはこういう抜け方をして 2P までには抜けてくださいっていう感じですね。で次 3P で必ずワイヤットワープじゃなくて、このブラドツペシェの右側にはまりに行きます。これしとかないとちょっとね足りないんですよ。ラスゲで、ラスゲというか次のこの 3P で倒すとちょうど一旦残しでクリアできるんですけども、これしとかないとマジで足りないです。でさっきの 4P で、真ん中らへんに配置しちゃったのでハマりに行って、次 1P でハマります。ただ 1P の位置はここ固定じゃないので、今セカンドの位置にいる可能性もあるのでご注意ください。でシャナの場合はここで SS を打ってある程度ダメージを稼ぐことができます。はい、で次横勘ですね。右弱点固定なので横勘して倒しに行きます。はい、これで、一旦残しでクリアできるんですけども、まあなかなか難しいですこれどっか一箇所ミスるともうすぐ詰みなので、まあミスしないことが勝利の鍵というふうになります。まあ、なかなか難しいんで、まあ、慣れるまではちょっと失敗すると思うんですけども、まあ判定、敵の判定とか慣れてきたら、まあ、ようやくクリアできるかなというところでございます。もう一度言うんですけども、シャナの枠はフカヒレ皇帝でも大丈夫です。アジンパーティーにする場合は神カゴンをフレンドに置いてあげるといいと思います。まあ同族恩恵がでかいので、はい、こんな感じですね。まあ、ぜひ挑戦してみてください。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターフォロー、インスタフォローぜひお願いします。それではバイバイ。